はい。じゃあもう一つ読ませていただきますえ。このように書かれています。またね、どんな方かお名前はわかりませんけども、私の動画に対してコメントを書いてくれたんですよね。コメントをね、たびに、たびたび書いてくれるんですよ、この方。たびたび書いていただいて、私もそのたびに、ああ、この方来てくれたんだなと思い出すわけですね。はい。このように書かれています。覚えていてくれて嬉しい限りです。と覚えてますよ。自分は7月2日で49歳になります。私と同じような年齢ですね。 生まれてから今更ながら行動力がなく極度の臆病者なの人間だとはっきり自覚しました成長していない50年を残りの人生で少しでもマシにできないかと改めて模索しておりますこんな自分でも山本代表が言う生きてるだけで価値があるのであればと思いましたいや私ねこれお名前なんて呼べばいないのかわかりませんので声かけにくいんですけどもた例えばねこの方をね A さんとしましょう A さん 49歳、誕生日おめでとうございます。まさに今日ですよね。でね、今日から残りの人生第一歩ですよ。そして多分、誕生日おめでとうございますって、今日、一番最初に声をかけたのは私じゃないかなと思うんですよね。で、それがなぜそういうことになったかというと、A さんがここに書き込みをして、そこに自分の誕生日を表現したからなんですよ。それに対して私が共感して反応してます。これがまさに生きてるだけで価値があるってことじゃないですか。 生きていなければ、私は誕生日を祝うこともできなかった。この動画を作ることもなかった。この動画の再生数は1ではないと思うんですよ。私と A さん以外の方も何名かご覧いただいていると思います。つまり A さんは多くの方に価値を与えたってことなんじゃないでしょうかね。 さすがにこの動画にね、批判コメント出ないと思いますよ。よく私の動画ね、一生懸命アンチコメント書いてくれる方とかね、いますけどもね、アンチコメントじゃなくて、異なる考え方を書いてくださる方がいると思いますけども、さすがにね、このコメントに私が丁寧にお返事してるところに、なんか妙な言葉を投げかけるような人でなしはいないと思うんですけどね。まあけど人の価値観ってのはそれぞれですから、 弱音を吐く人間はダメだみたいなことを言う人がいるかもしれないですねただ昔の軍国主義的な方がねいやでもね私は今ねこの A さんが書いてくださったコメントを何度も何度も読みながらこうやって動画撮ってるじゃないですかもうね近所にいたらね焼肉をおごりたいぐらいですね <laughs> そういうふうに私に思わせる価値もあると思いますまあそんなに偉そうに言えることではありませんけども今私チャンネル登録1万6000人ぐらいいるじゃないですか ね、もうすぐ2万人、2万人を目指してるとこですよ。で、YouTube で生計を立ててる人間ですよ。で、YouTube で生計を立ててる、いわゆる YouTuber があなたを今回取り上げたわけですよ。多分他の YouTuber さんはチャンネル登録100万人いようが200万人いようが取り上げないと思いますよ。でも私は A さんの価値にこうやって反応しております。まあ、その意味をね、今日誕生日のプレゼントとしてお届けして、また何かね、 私の動画見ることがありましたらコメントを書いてください。次も必ず読ませていただきます。それでは。